サッカークラブ史上初のクラブ専属オフィシャルダンスドリルチームがついたチームです。主審の笛で試合が開始されました。さあ、スタジアムのテンションが上がります。宮吉拓実、ここは中央の選手にクロス、ここはクリアされました。小泉圭、細貝はじめ、江坂当たる、クリスティアーノ、危険な位置です。緊張感が増してきます。キム・ミンテ、ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。ここはファールの判定です。警告はなさそうですね。小泉圭、ユン・ソギョン、クリスティアーノ、笛が吹かれました。オフサイドです。小泉圭、下がっています。カウンター狙いでしょうか。ボールが足につきません。ルーズボールだ。気は抜けない展開です。江坂当たる、ドリブルでボールを持ち出しています。クリスティアーノ、スローインとなります。ユン・ソギョン、細貝はじめ、小泉圭、ボールは戻されます。ディフェンスが冷静に対応。駒井義明、小泉圭、ボールを運びゴールに襲いかかります。走り込んだ味方にスルーパス、よくつなげましたね。いいボール運びでしたね。相手のディフェンスに穴を作り、チャンスをものにしました。素晴らしいゴールをもう一度ご覧ください。飛んだコースが良かったですね。あれはキーパーもノーチャンスです。別のアングルからご覧ください。今日の試合、待望の初ゴールが決まりましたね。そうですね。このゴールをきっかけとして試合を動かしてもらいたいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。
小泉圭、ボールがこぼれました。宮吉拓実、これは残念、ボールを手放してしまいました。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。クリスティアーノ、スローインです。進藤涼介、クリスティアーノ、さあスタジアムのテンションが上がります。江坂当たる、クリスティアーノ、ルーズボールです。ボールはどっちだ。小泉圭、前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。前半はこの選手の活躍が目立ちました。ゲームをリードするゴールを決め、前半の残るは45分、後半戦キックオフです。ミッドフィールドでボールを取りました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールを失いました。クリスティアーノ、このパスはダメでした。通りません。細貝はじめ、小泉圭、ボールを運びゴールに襲いかかります。シュート、シュートコースがありませんでした。ドリブルで相手を揺さぶります。クリスティアーノ、柏がコーナーキックを獲得。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。中に入れた、いいボールでしたがここはクリア。決まるか、前に押し出します。深い位置でのスローインになります。伊東純也、ここでシュート、このボールはタッチを割ります。スローインです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。進藤涼介、このパスは読んでいました。いい形でゴール前まで持ってきました。タックルで追いつきたい。このシュートは大きく外れました。コースを狙ったんだと思いますが、全く可能性のないシュートになってしまいました。このまま試合を終わらせることができるでしょうか。選手の交代です。大谷秀和、中川大翔、伊東純也、さあスタジアムのテンションが上がります。ルーズボールになった。中川大翔、
これはチャンスだ。強いシュートが行きません。キーパーが簡単に処理します。危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールはゴールラインを割ってゴールキックになります。大谷秀和、細貝はじめ、効果的なプレスです。いいパスを出させません。ボールを運びゴールに襲いかかります。スペースに見事なスルーパス、ここはしっかりクリアされました。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね、みんなゴールへの期待が大きいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。深くえぐってからのクロス、シュートだ。コースを塞ぎます。キープに出るという手もありますか。コーナーからエリア内へ、このボールは相手にクリアされました。大谷秀和、さあスタジアムのテンションが上がります。狙っていった、キーパー反応した。ボールを弾く、ここで決めて相手の心を折りたい。ボールはエリアへ、コーナーはディフェンダーを越えません。ここでタイムアップ、試合終了です。今後につながる活躍ぶりでしたね。見事な働きでした。特に勝ち越しゴールは素晴らしかったですよ。本人も満足なんじゃないですか。